佐野さんから見たこの高戸雄二っていうのはいかがでしたか。えっとまああの変わらないなと、はい。ですから皆さんあのいつも通り見てやってください。はい。7年の時を経ても全く変わらないですか。ゾンビですね。<laughs> ねゾンビ、はい。どこで復活して出てくるの？オンコです。<な>もうこの破壊力がすごい。<laughs> はい、ずっとこうストーリーがわりとちゃん,ちゃんとこう流れてるストーリーの中で突然、すべてを破壊するという、はい、すごいはそんなことない私は本当に1日2日お邪魔しただけでそんな、あのー、ねトールいや浅野さんはでもテレビシリーズが始まった頃はそんなにぶち壊してはいなかったんです、はいええ、もっといい女風な1980年代のいい女風な存在で。 いたんですけどえずっとそうだよあそうらしいです<笑><笑>まあ高戸裕二のアクションこれぜひ聞いてみたいなというふうに思うんですけれどもあの皆、ー、さんこのアクションは健在なんですよねこのアベデカの中でもはい <laughs> いかがでしたかここアクションがどうしたんですかあのー、高戸裕二のこのアクションシーンというのは ご自身で演じられてみていかがでしたかいや,やっぱりあの体を使ったというかもうあの本当にアクションは、きょうさんは全部やられていて僕はなんか、ちょっちょと出てきて銃を撃つという <laughs>、はい、オートバイに乗るという <laughs> まあそんな感じで私は、はい、私よりもきょうだと思います。柴田さんいかかがですか えー、先週走,り走るシーンを撮り終えてやっと全力疾走で走ったんですけども「絶対テロップを入れてくれ」って言ったんです「72歳と2ヶ月」っていう <laughs> それぐらい一生懸命走りました、はい、ということはあの名シーンは健在ということになるわけですよね あのできればマイクでお話いただければいや、多分あのテロップは入らずにあの早送りになると思います <laughs> 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 それからあのそちらにはハーレーとそれからレパートがありますけれども、まあ、この久しぶりにこの2台を見るっていうのは、さんいかかがですかそうですねあの。やっぱりハーレー レパードもこんなに綺麗だったかなと思いましたけれどもあのやっぱりあ危ないでかって感じがしますね。はい、柴田さんはいかかがですかあのレパードもちろん本番であの運転してあの運転しやすかったですしあな,んかこうな馴染んでる感じがいっぱいしました。